でまず最初にですね、谷口さんの、ものを、見てみますけれども、まあ、谷口さんは作家論として、山田風太郎を論じております。風太郎民法帳には大義に準じて数多の死が恥ずべき犬死として刻印された戦後史観に抗う戦中派の粛清感が基づく。で、ちょっと太字にしておきましたけれども、大量の無名の死の中で術忍法だけ彼らの名となり生命となり、声高に忍者たち死者たちの物語を歌い上げ、歴史の断層を乗り越えるのだ。すなわち忍法は戦前戦後の断層に埋没した犠牲者たちの無名の未来を消滅させまいとする山田風太郎の祈りをかたどっているのである。非常に確かに山田風太郎の作家論としては的確な、批評だと思います。しかし、まあ、谷口さんと一緒に研究会やってたことがあるんで、この、本の合評会開いた時に、ちょっとそれはシリアスすぎないかと、もっといろいろな、ね、面白がり方がエンターテインメントとしてできるんじゃないかっていう話題になったことを覚えてますが、まあ、それはちょっとこういう見方ではなくて、もうちょっと、娯楽っぽく読むにはどうしたらいいかというのをこれから考えていきたいと思います。で、このまま、スライドにつけまして、レジュメを続けますけれども、資料4ご覧ください。山田風太郎の忍法という言葉というエッセイが、残っております。吉川英治全集の、解説として載ったものですけれども、ちょっとこれは大事なので読み上げます。去年頃であったか、青木闇彦さんからエッセイをいただいて、その中に、お柴田連三郎さんが生前忍法という言葉は私の造語であると明言され、それを無断で使用している山田風太郎けしからんと言わぬばかりの文章を答えているのことを初めて知った。私は、驚いた。私は柴田さんが忍法という言葉を使われた小説を読んだこともなければ、こういうことを書かれた随筆のあることも知らなかったからだ。もっとも推理小説のトリックと同じで、第2番目の作者が知っていようといまいと、第1番目に作り出した人にオリジナリティの流石権があることは言うまでもない。私が、昭和33年に忍法帳シリーズの第1編法が忍法帳を書き始めるとき、忍術帳にしようか忍法帳にしようかだいぶ迷ったことを覚えている。結局忍術帳という言葉は発音しにくいので忍法帳にしたが、この時のこの言葉は今ほど普及していなかったけれど、どっかにあったということを記憶している。無論柴田さんの方は知らない。後になって私はそれが吉川英治の信州天馬教にあったことを知った。天馬教のおしまいあたりのところに忍法という言葉があちこちに出てくるのであると、いうふうに語っております。プライオリティは柴田連三郎にではなく吉川英治になるということですね。調べてきました。信州天馬教の、まあ、非常に後ろの方でですね、忍法、慈愛、紅白、マリ娘なんてことは確かに使わないということがわかります。ですので、まあ、風太郎の言い分にも一理あるとは思うんです。で、まあ、このね、ことに関して風太郎が言及している青木雨彦の、まあ、くのいち忍法帳についての批評があったんですけれども、それと同じ頃にですね、拓はこうと読ませるんですけれども、瀬戸川、おさたく山田、じゃあ風太郎忍法帳ゲーム規則っていうのはキネマ旬報に載ってましてですね、これでも司馬、の悪口を引用していて、この両方読んで、山田さんはだいぶ誤解しているなということで、このエッセイは、批評できると思うんですが、それは司馬のエッセイを見ていくと、よくわかるかと思います。資料いくつか、引用してありますが、まず資料5をご覧ください。これは忍者についてのエッセイで、これが私の造語であると宣言をしているわけです。私は時代小説を書き始めてからすぐ忍者を登場させた。その時忍者というのはいかにも古色創忍術というのはいかにも古色創然としている言葉なので、憲法があるから、忍法が、というものがあってもよかろうと勝手に決めてそれを使ったと、そのようなことを書いてあります。これが一つ目。二つ目としましてですね、ページをめくっていただいて資料6へ参りましょう。私は握手製造人というエッセイがあります。その引用文の後ろの方にですね、何がしの忍法のごとく弾痕が消えて女院が現れたりするようなインチキは書いておらん、こういう文章があったらしいです。まあ、この、忍法が登場するのは、まあ、山田風太郎下道忍法帳なんですけど、ね、同時連載として眠る教習とポコと一緒に連載重なっているという、まあ、ここら辺で読んだんだろうと推測できるわけです。で資料7に関してですが、忍法という造語のパテントを取っておけば私は大儲けしたかもしれんと、忍術は忍法にとって変わられたというような話をしているんですけれども、
それぞれ別々のところに発表されたものなんですが、直接山田風太郎の忍法はインチキであり、私の権利を侵害しているって書かれた文章はないわけです。したがってこれらの縛れの文章を同時期にまとめて読んだ結果、風太郎を無断で使用している風太郎けしからんという誤解が生まれたと、まあ、推測できるわけです。で、果たして吉川英治が忍法という言葉を作ったかどうか問題なんですけれども、一応同時代時代の近所ではですね、例えば昭和24年の、作品として忍術53次という児童漫画が、じゃあ児童小説ですね、があるんですけれども、それの中に忍法必殺陣なんていう言葉が使われているわけです。割と探せばあるなと思って、で先へ先へとたどり着いたのが、遡ってたどり着いたのが、まあ皆さんおなじみであろうところの初任記でございます。承認記の後ろの方のところに、ここのところに、まあ、テキストは、レジュメに起こしておきましたけれど、いつべし忍法を風に置いて走る、尋ねるに形なく求むに、心なしみたいな、文章が書いてあるわけです。で、吉川英治のエッセイにも承認記の不潔だったかな、といったような承認記読んだというような、エッセイありますので、おそらく吉川英治を見でなくて承認記がもともとにはあったんだろうということは推測されるんですけれども、それをさてどう考えるかというところで、私の感覚、私の見立てについてはこの、二重線の中に書いておきました。直35の大衆文芸殺法という、エッセイがあるんですけれども、で忍術の参考書として世間に、かなり十分に流布されている承認記とあり、吉川英治には承認記の不潔というエッセイがあって、皇族作家にそういう本があるということを伝えております。で、承認記に関しては戦中ですね、森仙蔵の、報告した現代語学版も出ていますので、忍法という言葉にたどり着こうとすればつけたということでございます。ですので、司馬と風太郎のこの論争に関しては大変不毛な、ものが位置づけられると思いますが、しかし昭和30年代になって忍法が、溢れに溢れたと、これを説明するには訳不足である、これでは説明できないと思いますので、ではなぜそういうものが、忍法ブームが忍術ブームではなく忍法ブームになったかについて考えるために、掲載された作品について、雑誌について、考えていきたいと思います。